雨がすごい。すごい。何ですか君は。一応姿は見える。すごい雨だ。しかもこれは。うわ。やば。すごい。やばい。どうも、ヨネちゃん TV のトラです。危ない。またオープニング取り忘れるとこだった。どうも、ヨネちゃん TV 神崎でーす。あと、BG さんでーす。イエーイ。いやー、今日もね、ちょっとすごいものをお見せできると思いますので。そうですね。はい。そんな予感がビンビンします、ね。今日は深山狙いでいいですか？いいと思う。じゃあ、行きましょう。レッツゴー。ヨネちゃん TV ペアリング、ペアリング中。いたいた、雨に濡れていた。雨に濡れていた。あのギリ大師っぽいですよね。ですね。撮ってみます。一応撮りますか。ほらほら、まあ、押すだけちょっと落としてみるか。あ、メスが。まあ、大シーンになりかけって感じですよね。なりかけ。まあ、これはリリースします。うちの組長がやるよ。行くぜ。行け。うわ、落としたら笑う。あ、髪の毛に水が。顎に引っかかりそう。あ、お。落ちた。ここ。すごい。手で取れそう。手で取れそう。ほら、アップしてた。来た。お、でかい。あ、でも、60ぐらいかな。そうやね、60ぐらいだね。さあ、一応測ってみるか。あ、いい形してる。うん。いい形。つなげてみるか。さあ、じゃあ、測ってみます。顎が赤い。赤いっすね。では、運命の。いたずら。ど、いたずら、どの辺いたずらされてんの？ちょ、今です。雨が強くなってきた。あ、いたずらされた。ずっかけたよ、ほんと。おぉ、58ぐらいかな。けど形いいっすね。いいっすね。うん。顎の開きがいいな。でもこの間の平田がこれと同じ大きさって考えるとすごいな。すごい。すごいですね。うん。顎の締める割合でこれですもんね、こっちは。ここにいますんで。あれこれ、スジクワか。ちょっと撮ってみますか。撮ってみましょう。これ出すの難しそうですね。ちょっと難しいかもしれないです。ちょっと開いてもらおうか。はいっす。これでいいの？大丈夫ですか。ありがとうございます。あ、コクワか。え、スジクワか。スジクワにしてはちょっとでかい。スジクワだったらすごいっすよね。あ、コクワか。やめとこうか。やめときますか。スジ、うん、だったら大喜びだったけど。残念でした。ミスターコクワでした。コクワです。はい、そこ。ああ、ほんとだ。なかなかいいサイズだよね。いた。この、この真ん中ぐらいです。組長、こっちから見ると見えやすい。はい。あ、結構良くないですか？いや、いいよ。サイズ。どこでしょう、ね、もうちょい、こっち、僕の方の来て、僕の方。あ、いた。見えた？なかなかでかいよね。映ったかはわからない。こっちからちょっと、こっちから、うん。ここにお尻が。出ない感じじゃない？あれ？いいサイズっぽいぞ。いいサイズっぽいよ。なかなかのサイズだよ、あれ。うん。良さそうですね。行きますか。行きましょう。名人お願いします。え、名人なの？名人。組長はあの基本見てるだけなの。マジで。じゃあライト照らしてもらっていいかな。はい。了解です。そっち側から照らした方がいいですよね。うん。で多分ね、ちょっとこれ落ちると厄介だと思う。ですね。
そうか、うん、結構だからプレッシャーがあるんだけどこれはもう名人しかできないから。どこだ、なんかプレッシャーだ。いいサイズだと思うですよね、うん、網から言っても、え、結構でかい、うん、すごい。あ、入った。うまい。うまい。来た。来た来た来た。さすが名人。来た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 。すごいね。宮間になんか意志が通じたような。え、なんかメスもいる？メスもいるよ。メスよ、おお。メス欲しいっす。あ、でかい。でかい。長い。やばくやばい。やばい。でかい。カメラマンさん。でメスもいるよ。やばこれ。メスもいる。メスはそんな普通サイズだけど。欲しいっていう。そうですね。メス普通サイズだけど、こんだけでかかったら絶対いいからね。ですよね。ちょっと待てよ。かかりが。いやー、第一宮までこの。やばいですね。うん、第一宮まで。これ、いきなり、竜王が出てきた感じの。いきなりラスボスか。ラスボスっすね。いやでもさ、ドキドキしたよね、この雨でさ、落とした時のプレッシャーが。プレッシャーとさ、もしもし、あざす、見つけれなかった時のプレッシャーも。なるほど、それはありそうですね、うん、お、何じゃあかも、まず、あー、あるかもしれない、これ測り方、ここだって、あれじゃん、開いちゃってます、うん、いや、開いちゃってますね、そうですね、そうなんです、ちょうどその位置が、うん、これは70あるんですけど、と思うんですけど、あると思う。ここの盛りのここ超えちゃうんですよ、鼻が。うん。70いっとるんでしょ。いや、70ってことにしときます。いきなり持ってる男は違うねえ。それは本当言える。そうないって、普通。そうなんですね。うん、ないないない。自分、いつも言われるんですよね、最終運だけはすげえって。うん、それ本当ない、うん。なかなかこんな一発目で、トラックもすごいね。この間はデカメスでしたもんね。うん、いやー、かっこいいな、これ。いただいちゃっていいんすか、ね、もちろん。やったーすーメスいいっすか、メス。メスいいっすよ。じゃあ、3箇所としてメスをプレゼント。あざーこれはいっぱい取っとこう。かっこいいわ。やばいっすね。でかいよね、これ。あ、でかい。あ、ごめんなさい。あ、いや、大丈夫です。いいっすか、足、手大丈夫ですね、痛いっすよね。大丈夫です。はい。あ、待って。うわ。挟まないで、お願い。怖いですね。あ、綺麗。これはいい。でっけ、でかい。うわ、ケースいっぱいやな、本当。うん、いいよ。あ、あ、触覚が。あ、あ、触覚。大丈夫。触覚が触る。あ、よしよしよし。オーケー。うー、取った。あざー。いや、これはでかいわ。あざーす。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。いる。あ、いる。いる。いる。あ、ちょっと。60ぐらいあるでしょ。ありますね。あれ取りたいですね。これ見えた。あ、それで取らすと逃げる。はい。これで行きます。これで行く？それで行けます。それで取れますかね。いや、取れんと思う。じゃあちょっと借りますね。うん、とりあえず脚立の方が良くないですか。あ、脚立？脚立あるけど、一回これでやってみる。そうですね。自分やっていいですか。うん、どうぞ、もちろん。あ、潜っちゃった。どうやね、これちょっともうダメだわ。登って折れますかね。濡れるかな。脚立じゃないと。はいはいはい。でね、ただね、はいはい、夜になるとああやって出てるから、はい、あ、そのレッドライトとかでスパンってやった方がいいかもしれん、ね、はい、これ多分ね、あの脚立をあそこにかけた瞬間ブワーッ入っていっちゃうと思うんだよね。あ、うん、だからあの肩車とかの方がいいかもしれない。肩車いいですよ、うん、土台やりますよ僕。本当ですか。でも自分靴の中に今の濡れちゃってるんで、あの肩にかけた瞬間関係ないっすよ。本当ですか。かっこいい。関係ないっすよ、そんなの。おやびん、おやびんのためなら。うわー、ダメだ。もうちょっと待ったがいいですね。はい、ちょっと待った。すいません。よいしょ。たまたまが痛かった。あ、どうも。ゴリっていきましたね。ゴリっていきましたね。卵でした。でもこれ多分脚立で
顎引っ張るくんなら多分取れると思うんですよ。あこの脚立いいな。これね、もうちょいもうちょい欲しかったですね。これね、もうちょいもうちょいですね。いい、すいません。こんな感じでいい？良さそうですね。いい？で支えてくれるよ。さあ、組長。いきます。頑張れ。頼ます。頑張れ頑張れ組長。いやー怖いな。組長。やん、変なこっから。うわ、わかんねえ。中の構造がわかんないです。おー。うわぁ、わかんねえなぁ。だから。なんか、棒とかでチュッポンと畑を。そうそうそう。これが一番いいんだよね。釣り竿みたいなので。そうそうそう。おう！です。あ、ほんとだ、いた。ほんとだ。やっぱり神の木。神の木だ。やったー。いるなぁ。では、BG さんお願いします。やっぱりいるね、神の木は。なんなんですかね。絶対この木美味しいんですよね、樹液が。ねえ。ああ。はい。あ、はい。うん。いやまあ。まあ、そんな大きくはないけど、測ってみます、一応。ですね。うん。58? ゴーヤ？ゴーヤ。ゴーヤぐらいですか。ゴーヤシリーズ。みやま、顎開くな、すごい。ね。うん、すごいっすね。顎が曲がる。手袋しないと難しいな。うん。ま、ゴーヤでいいや。ゴーヤでいいや。ゴーヤでいいっすね。諦めた。痛い手が。さっきのと並べて。まあ、全然違うよ。これっすね。やっぱすげえな、これ。やば。いや、すげえ、これマジで。こいつの存在感。エンペラーやな。エンペラーやな。え、これ天気が良かったらもっとつくんだろう。だってこの間2、3ミキス撮ったもんね。普通に。普通に。あー、お尻が光ってるな。でしょ。これだよね。それっすね。落ちちゃうんだよね、こっち絶対。あ、でけえ。でかい？でかそうっすよね。これもね、ごめんね、ちょっと枝が多すぎて、上手に多分取れんと思うから。落ちた。落ちた。この辺。葉っぱにくっつきました？多分。あそこだ、あそこ。あそこっすね。揺れてますね。あ、だよね。うん、そこだよね。よいしょ。揺れるほどの。そうですね。木が揺れてましたよ。落ちろ。お、あ、入った入った。入った。来た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 。うお。どうだどうだどうだ。はい、おー、うん。ごめんね。いえいえ。ありがとうか。あ、はい。いや、さっきの見た後だと、あの、毛がすごいしっかりしてる。ね、かっこいい。おー。すごい、もう黄金だろ、ほんとにこれ。ね、黄金だね。あ、カメラの明るさ的にあれか。そうっすね。そのまま、ライトなしでこっちの。あ、ごめん。あちゃー。いや、ほんとに、綺麗だね。毛がすごいっすね。毛がすごい。綺麗。うん。いや、いいサイズですよ、これ。いいサイズだよね。うん、全然。これでも。さっきのがちょっと、やばすぎた。強烈すぎた。これでも、でも60は、60何ぐらいありますか？60何があると思う。60は絶対あると思う。メス。綺麗。組長。あざっす。いいサイズ。いいサイズ。あざっす。いや、メス取れた。すごい。取れたというか。全部 BG さん。でかっ。これはでかい。うわ。すごいな。太さがやばいっすね。やばいっすよね、これ。色もやばい。おぉ。でかそうじゃないっす。あの高さで、あの大きさだと。うん、お、向こう側に行ったのか。あ、入りました。入って入って入って。詰めて。よし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 。あ、くっついてる。あ、落ちた。あ、大きい。長い、長い、長い。長い。スマートな。スマヒラ。あ、スマヒラじゃねえや。
おお。水牛。怖い。挟まれそう。ね、挟まれそう。顎下げてる。キャノン顎下げてる。メスなかなかいい。そうですね、うん。予想体長62。ディ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 ン。シュピーン。あら。62ぐらいですね、うん、62ぐらいですね。ノコはねもう65を超えたらやばいでね。65を超えるとなんか風格変わりますね。風格変わる、うん、そう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 、はい、なんか顎がもう一回こう、あーこっちに行く感じ、内側に向いてもう一回、そうですね、まっすぐ向き直すみたいな風になってくるんですよね。やばい、飛んできました。オスがタイミングブーンってきたもんね。ブーンってきましたよ。そっち持ってきます。お、あざす組長、ありましたね。お、いいサイズ飛んできたぜ。悪くないだろう。飛んできた。やっぱヒーローは遅れてくるっていうからな。飛んできたヒーローが。よし、ネブトは、あ、ネブトを取りました。あ、取った。で、ネブトがいたところに上にウロがあったんですよ。そこに平田みたいにいました。はい、オールスター、オールスター。で、まずちょっとね、いいじゃんそれ、かっこいい、いいね。うん、せっかくおとなしくしてたのに。いやけどやっぱりこいつがやばい。一匹だけ違いますね。うん、あ、ここにもいる、平田。マジっすか。平田がいる。これなんとかなりません。なんとかならない。あ、それは怖いっすね。行きましょう。行けます？行きましょう。いなかったっ、ね、え、神隠しじゃん。こっから違う世界へ繋がってる。60はありそうだけど。いや、60は軽く超えてますね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。